はいどうも、おさおでございます。今日はね、パーティーの組み方と、まあ、強い星4の見分け方、まあ、などなどを簡単にね、説明していこうと思います。それでは見ていきましょう。で、パーティーの基本は、属性に偏らせる。まあ、これは場合によっては偏らせないこともあるんですけど、とりあえず属性に偏らせる。これはリーダーバフとか、まあ、スキルの効果がね、得やすい場合があります。闇属性に何々を付与みたいなのがあるので、属性はね、偏らせるのがいいと。で、逆に、役割は偏らせないっていうのがいいですね。ちょっと待ってくださいね。さっきちょっと LINE のやつ届いたんで、まあ、こんな感じ。フレイが攻撃型。キュベレイが、防御。ランフェイが、妨害。で、この子、名前忘れちゃった。フォルトゥナが、バフ。補助役。で、エポナが回復になってます。まあ、なので、まあ、星4のキャラは、自分の持ってる星ごと、被らない役割の強いキャラをね、入れてあげるといいのかなって思います。で、あと、この、自分がこう編成するじゃないですか。左はアタッカー、その隣はディフェンス、その真ん中は妨害役みたいにね、場所もね、自分の中で固定してしまった方がいいです。でなぜかというとね、このデッシャのね、バトル非常に早いので、自分に癖をつけていかなきゃいけないです。どのキャラを撃つのか。ってなるときに、場所が決まってれば今後キャラが変わっても、勝手に手がね、アタッカーの使いたいときは左フリックとか、勝手に動いてくれるようになると思うので、まあ、とりあえず場所はね、自分の中で決めてしまうといいです。僕はもうこれで一生行きます。まあ、一生かわかんないですけどね。で、星5はね、とりあえず持ってるキャラは編成してしまって構いません。ただ、星4のキャラはね、どの程度で、まあ、編成するに至るのかと、まあ、強いのかみたいな話なんですけど、まあ、これは各々の判断で判断した方がいいです。で、どうやって判断するかというと、闇属性。僕の場合今フレイで始めてます。まあ、なので、闇属性の、まあ、一応防御型が欲しくて、じゃあ、アルキュベレいたわってなって、まあ、これ闇属性の防御型の子です。で、スキル見ていきましょう。で、スキルがね、バリア付与とか、で、下も、スライドもバリア付与で、上が防御力アップ、闇属性の味方優先して、みたいな。非常に使いやすいスキル。もうこのスキルリスト見れば強さはわかります。まあ、なので、スキル見てもらえばね、大体判断がつくと思いますね。回復キャラいなかったら誰でもいいんで、回復キャラは一体入れてください。ちなみに光属性は汎用性が高いキャラが多いので、光属性育てておくと非常に良いかなって思います。で、メインは多分、フレイかね、イブになってくるのかなって思うので、闇に偏らせるか、水に偏らせるか、プラス、回復みたいな編成がいいのかなって思ってます。で、このね、フォルトゥナーもね、攻撃バフがありまして、この攻撃力最も高い味方2体の攻撃力上昇みたいな、まあ、こういう補助スキルを持った、星4のキャラを、編成していくといいかなって思います。こういうキャラもいるんですけど、まあ、どう見ても、星5のフレイよりは劣っているので、まあ、編成しないみたいな感じで、やっていますね。この、こいつも防御型なんですけど、まあ、明らかにこれ自身に全ての防御、プラス 45%。挑発ちょっと良さそうなんですけど、反射とか言ってるんで、まあ、だったらキュベレーの方がやっぱどう見てもみんなもわかる通り強いよねっていう話です。バリアとかあるんで。まあ、そういう風な感じで、まあ、まず自分の属性と、スキルをちょっと見渡してもらって、うん、なんか別に強くねえなって思ったら育てないみたいな感じでやってもらうといいです。ヒーラーは大体使えます、星4でも。まあ、あと引きなんで、まあ、これこれがどう使えるみたいな一気に紹介しても、いや、それ持ってないよってなると思うんで、こんな感じで、見分け方、強いスキルの見分け方みたいのを、教えてます。で、強いのは大体バリアとか、まあ、ドライブゲージ加速。ドライブゲージをマックスにするみたいな星音もいるんですよ。であとは、フォルトゥナみたいに、攻撃役の、攻撃力を、まあ、確実に上げていける、スキル。ランダムで味方の攻撃200とか、攻撃の最も高い味方の攻撃力プラス756みたいな。こういうキャラ。まあ、星5はアタッカーでいると思うんで、まあ、そういう風に、
兼ね合いを考えて編成していくといいかな。まあ、なので今はね、攻撃1、防御1、妨害1、補助1、回復1ってね、めっちゃなんかテンプレパーティーみたいになってます、僕は。で、攻撃は2体いても大丈夫です、正直。というわけで、ちょっとね、デビューランブル行きましょう。ちょっと攻め方みたいなのね。まだ全然やってないんで、わかんないっちゃわかんないんですけど、ちょっと攻め方も行きましょう。デビルランブルでね、パーティーの構成で、まあ、今度は戦い方ですね。構成しただけじゃ意味ないんで。で、まず、バリアとか貼れるキャラも最初に貼っておいた方がいいので、攻撃バフ貼って、シールド貼って、で、こいつでドライブゲージ下げて、攻撃するみたいな感じでやってます。で、エポナ回復。あ、ちょ、沈黙させられた。ちょ、まずいな、それ。で、バリア貼る。で、ドライブゲージ下げる。回復。ちょっとね、行きましょう。あ、やばい、間違えた。オッケー、でもいいでしょう。フィーバーなんかできない。って感じで攻めれば、いい感じですね。まあ、使うスキルの優先度と、まあ、コンボみたいのを自分の中で覚えて使っていくと、戦いやすいかなって思います。なので、さっきも言った通り、癖つけないといけないんですよ、これ。もう勝手に指が動かないようにしないと。あー、今やばい。妨害しなきゃ。うん、誰だっけってやってたら遅いんで。あー、妨害しなきゃーつって俺は真ん中を弾いてる状態みたいなのを、目指す必要があるのかなって思いましたね。今回は、パーティーのね、編成と、使える星を飲み分け方と、戦い方の解説でした。またね、詳しくなったらどんどん、コアなね、動画も出していこうと思っているので、チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てね、バイバイ。